はい、いつもありがとうございます。 BGB の1204ですね。サッカーのゴルスタ4回目です。はい、生まれました。ありがとうございました。はい、いつもと同じく16スポットの、ドラフト形式ですね。カードすべてドラフトにもあります。はい、過去のね、1、2、3回の、まあ、分けに似てる感じになるかなと思います。はい、じゃあ、ドラフト順位をね、決めてから開封となります。サイコロ2つ振って足した合計ランダマイズですね。1と1の2は振り直しいきます。はい、はい、1と6で7回、7回抽選です。はい、じゃあいきます。7回です。1 2 3 4 5 6で次ですね、7回目いきます。せーの、ポチ。はい、7回目、いいですね。1 6 7、7回ランダマイズしました。はい、ドラフト1位はクチャさん。はい、ドラフト1位クチャさんです。おめでとうございます。で、貼り付けます。 BGB の1204ですね。ドラフト1位クチャさん、はい、おめでとうございます。ドラフト2位がゆうかさん。はい、ドラフト3位がまいさん。ドラフト4位がくちゃさん。ドラフト5位が ANT31 さん。ドラフト6位くちゃさん、ドラフト7位もくちゃさん、8位がタルボさん。9位がかみちゃんさん、10位が HOSS さん。11位バルサマンさん。12位と13位が MA7 さん。14位パナイノさん。15位がミンさん。16位ペドロさんとなります。はい、じゃあですね、開けてまた箱を全部取り出して、あ、これくっついちゃった。よいしょ。ちょっと待って、よいしょ、出たかな。はい、で、中のね、パックを取り出して、全部取り出して、パックの上をハサミで切ってからですね。ちょっとコンディションがシビアなんで。まあ、手で開けたらね、結構アウトになっちゃう状態です、これは。よいしょ。なので少々お待ちください。まあ、2、3分はかかるんじゃないでしょうか。よいしょ。まあ、一気に見た方が楽しいでしょう。ね。よいしょ。はい、じゃあちょっと、よいしょ。あと4つですからね。よいしょ。さあ、今日はどうでしょうね。とりあえず店長的には29枚以下限定のパッチを引きたいです。皆さん店頭とかね、通販とかでもね、これ出ましたって画像送ってくるんですけど、店長だけ引けてない感じです。はい、じゃあ、ハサミで上をね、切ります。
よいしょ。ワンケース12箱ですね。オンカードの入り方はなんか結構適当っぽいっす。まあ2枚くらいは出るかなーっていう感じですけど、1枚くらいの時もあるような。4枚くらい出る時もあるみたいな。そんな感じですよね、なんかね。よいしょ。ちょっと待ってね。はい、開け終わりました。はい、じゃあね、開けていきます。ワンボックス目。あ、ドナルマもいるんだ。はい、129の5番ね、初めて見たような気がします。1999年生まれですね。はい、アントニオさん、39の79。お、マッペ6779ですね。で、次。ここからひっくり返ってる。はい。まずは、ジ。っていうんですか。ジャージですね。ギア。40の49。はい。で、次。こっちか。はい。ピロロのジャージですね。73の79。よく見ますね。このピロロのジャージ。で、ここ誰でしょうか。あ、横。あ、バッチよ。はい。通販の方でもね、お二人引いてました。画像をいただけた、あ、そうだ。通販の方、画像を店長に送ってきてもらってね、非常にありがたいんですけど、インスタに載せて、はい、いい場合は、書いていただければ、はい、載っけますって。店長と共有したいだけだったら、何も書かないで店長にこうね、これ出ましたって教えていただければ OK です。はい。で、レバンドフですね。はい。画像もやっぱりね、ね、いろいろありますから。はい。はい。モドリッチ。74の149。あ、オートだ。オートパッチですね。サンチェスのオートパッチです。7の29。はい。で、次もオートジャージですね。あ、パッチなのかな ?19 シリだ。3の19。はい、バッカです。で、3枚目はマツイディのジャージ。72の99。で、ニューリンミンテントは誰ですか。若手149の85。フランスの若手、新キャラっすね。はい、タンゲー君。はい、で、ミナさんもう2年目扱いなのかな。40の79。で、ノーブルさん72の129ですね。あと若い子たち、新キャラが多いんで店長よくわかりません。活躍してるのかどうなのかも全然わかりません。はい。ラマー、トーマス・ラマーさん。42の129。アトレティコなんだ。へぇ。はい。で、ベンタンクールって言うんですか。5779。ね、ベースの位置も、このインサートの位置も全くランダムですよね、これね。76の79ですね。はい、インテルの選手。これ79ですね。で、エリック・ベイリーがひっくり返ってます。相変わらず、はい。パッチだけど29です。はい。9の29。一応2カラーのパッチです。で、次。はい。オスピナの8689。で、ここ。誰だ？オンカードのウムティティだ。はい、ゴールドストライク。オンカードです。ウムティティ。フランス。はい。オンカード1枚目。ですね。
はい、1泊目はバッチオでした。レバンドフ51149。はい、で3箱目かな、ミアハム149ですね。はい、あ、オートだ、オミティティ、うん、はい、オンカード来てシールも来ましたね。はい、22-29。はい、これね、一回メッシュのオンカード来てメッシュのシール来たケースもありました。はい、なので枠的には関係ないんでしょうねっていう感じですね。ラミさん、フランス、これも149です。フランスですね。でさっきのオムティティもフランスですからフランスだらけです。はい、お、一発、あ、15やっと引けた13-15。これ G のところわかんないな。はい、13-15ですね。セスク、モナコの選手。はい、やっと29位からパッチ引きました。はい、ホセ・ヒメの9-29。で、リンガードの5-29。はい。で、孫さんね。はい。すごいですよね。能力すごい高いんじゃないですか。92年生まれなんだね。88-129。いい選手ですよね。はい。次はファルカオ。65-129。で、次。バッペ。はい、5579。で、次は、デイビッソン・サンチェスさんで、70-79。はい、で、ララーナ、29以下。あ、19。はい、パッチですね。はい、2-19です。ララーナですね。リバプールですよね、これね、多分。はい、次。29以下。29だ。でも、2カラーですね。はい、ビダル。19-29。一応パッチです。29以下はパッチ。で、ここ。誰だ？フェルナン、ん？フェディナンドさん？ご尻。これ赤か。ルビーで5だと相当少ないですね。万有の選手、レジェンドですか？初音？現役？ちょっと全然わかりません。はい。マンチェスターユナイテッドのご尻。で、2番。ですね。初めて見ました、この音。一応赤パラなんですけど、通常赤パラは29とか、そういうレベルだと思います。さっきのウムティティは29ですから。ファーディナントさん、SSP で10シリから、ありがとうございます。アトレチコ、ファンの方。はい、MK さん、ありがとうございます。これは、どうなんですか、初音の当たり？じゃあ、15-21 とか、15-31 とか、そういうレベル。はい。ファーディナント、そうですね、そのまま読めばいいですね。はい、ディフェンダーなんですね。ありがとうございます。はい。で、ラマンさんは53-149。レジェンドケースですか？現役？とりあえずバッジを出て、まあ、ウムティティオンカード。で、ファーディナントさん。という感じですね。やっぱいいですよね。ですね。まあ、箱でも、通販でも結構、はい、売れてる証拠ですね。レバンドフ。30-149。で、リバプールのアリソン。よいしょ。はい。で、あとアメリカ女子、ロイドさん。これ29ですね。26-29。お！これ、ショープリーじゃないですか？クリロナの15枚限定のジャージです。これは少ないんじゃないですか？イングランドのレジェンド。はい。山本さん、ありがとうございます。はい。ファーディナントは、イングランドのレジェンド。
で、チーム的にはやっぱこの、万有なんすか、やっぱり。ね。はい、ありがとうございます。サッカー全然ね、手順わかんない。新キャラ出てくるたびに、こう、ね、皆さんからね、皆様から教えてもらってね。はい。もう教えてくれる人みんな先生って言ってます。はい。はい、ね。うん。これ要チェックです。で、10の29のモドリッチ。これもルビーパラなんですよね。赤パラ。29なんですよ。はい。タディッチ。今切れだと激アツでしたね。タディッチベース来るとね。トシッチか、それ。はい。で、129のルーキーです。イタリアのニコロさん。97年生まれなんだ。若いですね。はい。店長も97年生まれぐらいに戻りたいっす。こっちか。はい。お、結構ムバッペのベース来ますね。15の129。エンバペですね。はい。で、アンダーソン。1の29。赤パラ多いっすね。なんかやけに29が出ます。ロイド。3879。はい。で、ひっくり返ってるのはガヤさんですね。はい、ジャージですね。7699。スペイン。ね。はい、で、29以下。29だ。ベロッティのパッチです。はい、で、次。オンカード。あ、ちっちゃリート。はい、ゴールドストライク。オンカード2枚目です。ウムティティの次にちっちゃリート。で、バッチを出て、ファーデナントさんですね。ファーデナントさん覚えました。ありがとうございます。68149。はい。で、あと、5パックもあります。5パックというか5箱もあります。まあまあいいんじゃないですかね。はい。プリちゃんの45-149。で、次。お、パッチオート。誰ですか、今度は。ペリン。あ、今切れでいたね、ペリン。若いんでしょ?キーパー。10の29です。ゆうべなんだね。あれ、今切れは国の方だったかな?どっちだったかな?ブックでペリンちゃん来ると、ちょっとね、ぐぬぬな感じ、ね。でしたよね。はい。で、こちらは149枚限定の83番ですね。フランス。フロリアンさん。かっこいい名前ですね。フロリアンさん。FF に出てきそう。はい。で、相変わらず29紙のパッチしか引けません。ベイルです、でも。2カラーですね。で、グエデスさんは149-43。ポルトガル。で、ネベス7-79。で、カバーに1-1。よいしょ。こっち。よいしょ。はい、やっぱ、いいですね。82-149。お、ロベカル来た。はみ出しロベカル。まあ、しょうがないですね。32-149。あ、30-149。はい。で、次はクリスタルダンサー。71-149。はい。で、次なんかね、すいません。文字が上にあったから見えちゃった。はい、いきます。せーの。あ、店長的にはね、ようやくです。せーの。はい。はい、フンメルスのワンワン。ビリオンブランドワンワンですね。で、アディダスドカハンです。で、ワンワンの刻印がここにあるのがいいですね。はい。これは、ワンワンしかないのかな?そういうカードかな?このカード初めて見ましたよ、そもそも。普通のパッチってありますっけ?あ、出たか。あ、いや。ビリオンブランド。あまり見覚えがないな。うんですね。ようやく、店長もワンワンのパッチが引けました。はい。いい部分ですね。ね。店頭と通販のお客様がワンワンのパッチ。1日に5人報告がある。店頭とね。通販で。で、店長ぐぬぬ。はい、出ないっていう。まあ、最後は良かったからね、前回ね。はい、5-79。
で、メッシ、11-29です。一番違いでした。で、アルカンタラ、129-52。あと、3つもあります。やっぱいいっすね。よいしょ。はい、マークギン、72-149。はい。で、オートジャージ、モラタ。これもまあまあいいですね。14-29です。これ赤パラでもないのに29なんで少ないのかなと思います。はい。で、アンドレ・ゴメス。ポルトガル。68-99。はい。1枚少ないですね。これね。メモラがね。まあ、どうなんだろうな。うん。うん。まあ、後で報告はしておきますけどね。はい。で、セルソさん。ジオバニ・セルソさん。39-79。まあ、サインの枚数も結構適当ですもんね。1から3ですけど、全然確定じゃないような。誰が1枚。誰が2枚、誰が3枚、あまり関係ない感じですもんね。まあ、強いところは1枚かなっていう気はしますけどね。はい、ナポリの選手、これも1-29。で、あと2つ。マンジュキッチですね。はい。この枠なんだ。はい、で、ジルーの、これも29のオートパッチですね。11-29。これチェルシー。で、モーリーさんか。あ、モーリーさん初めて見たぞ。40-79。はい。で、ウィルシャー。16-29ですね。これも赤パラ。はい。で、ジュリアン・ブラントっていうの。30-79ですね。やっぱレギュラーとインサートが3種類あるのかな。レギュラーの129と79のところがあるのかな。それとインサート、ニューリミンテッドと、メタルと種類があるから、うん。フェリックスとかね、サンチョとかね、あの辺、あと、フランキーとか、必ずこう、ケースでね、入ってるわけじゃないですからね。これもレギュラーがオブラック79。で、カンテは、ハイナンバーの方が少ないのかな？ちょっとわかりませんけどね。カンテが129ですね。111。ね、紙ルーキーちょっと弱いね。しょうがないね。超ランダムなんですよね。ボヌッチの149。で、次は、アンディ・コールですね。15-149。逆さでした。次はオートジャージのエル・シャラウィですね。5-6-7-9。はい。で、パッチの29ですね。まあ、1個ワンパン出たからね。19-29です。はい。で、パレデスさん。レオナード・パレデスさん。1-79ですね。これも若手なのかな。でも5番つけてますもんね。2017年アルゼンチンの代表デビューって書いてますね。なので、まだ若いんですね。それで1桁台。取ってんですね、背番号。はい。で、67-79。で、ペレイラ。ですね。これ、万有なんですね。1月1日生まれなんだ。はい。なんか、後ろのやっぱり誕生日見ると、新キャラ系はもう、96年、97年、8年、99年とかいますもんね。はい。で、店長はこれから、カードを全部仕分けして、16スポットに並べて、まあ、スリーブと、
ローダー入れて、あの1、2回見ていただければ分かるんですけど、まあマグホカ全部スリーブでローダーに入れて並べてるんですけど、まあちょっと引きの写真になっちゃうんですけど、分かりますよね、大体ね。はい、もし見にくい場合はパソコンのあのプラスあの 200% ぐらいまで上げれますんで、それで見ていただくか、まあスマホだと限界があるんでね、そこだけご了承ください。はい、じゃあ、参加者の皆様ね、初めての方はまあ いらっしゃいますね、そういえばね。はい、こちらをご覧ください。はい、店長はこれからですね、カードを仕分けして16スポットにカードをね全部分けて、で、一つ一つ写真を撮って店長のインスタグラムの方に、画像を掲載いたします。はい、参加者の皆様はそちらをご覧になっていただいて、ドラフト順位に応じたセット数を選んでいただきます。5位の方でしたら5セット、はい、で、希望順にしていただいたリストを店長にメールしていただきます。今日は翌日の夜8時まで、早いと店長が助かるだけですけどね。はい、よろしくお願いします。はい、で、リストの記載の仕方なんですけど、数字で一応管理してますんで、数字で左側がドラフトの順位ですね、1、2、3、4、5、6と、で右側がお客様の希望の、はい、第一希望が1ですよね。でドラフト2位のところが3でみたいな。で、お間違いないようにね、お互いするには、まあ可能であればお客様の方であのカードの、黄色いラベルのついた選手ですね、そちらの選手名を、番号の横に記載していただけるとお間違いないかなと思います。はい、ただあの年末も近くなってきてね、皆さんもお忙しいので、あの全然数字でやっていただいても大丈夫です。はい、ただお間違いないようにお願いいたします。はい、で、BGB は1204なんで、黄色いステッカー左側に04、それで、右側に1から16まで番号が、はい、付けられたステッカーですね。最新の投稿になりますんで、まあ10時、結構かかるんですよね。この間もちょっとね、15分ぐらいちょっと一生懸命やってたんですけど遅れちゃって、まあ画像のアップは10時40分ぐらいかな、1時間弱ぐらい見てください。はい、ちょっと丁寧にやってるんで、ちょっと、はい、ちょっと時間かかっちゃいます。はい、あとは分からないとご質問等ある、ね、お客様はメールで教えていただければと思います。皆さんあの、まあ、ほぼ完璧に、はい、リストも送っていただいてるんで非常に助かっております。はい、やっぱ面白いですね。はい、まあ、バッジを出て、ファーデナントさんも出て、はい、オンカードもチチャリードも出たしという感じでしたね。でワンバウンのパッチも出たしっていう感じでしょうね。29、19、9、1みたいな感じですと、まあワンオブワンがね、まあ足して回れば、そまああこのくらい出てるんだっていう確率なんですね。グループブレイク的には店長は日が悪かっただけなんで、パッチに関してはようやく、はい、ワンオブワン出てよかったです。んー、じゃあ、もう一回ぐらいやりましょうかね、募集してね。はい、一応16スポットでサインは1枚ずつ分配、はい、できてます。で上の方はサイン2枚になったり、ルーキーの強いところ若手の強いところを置いたりしてますね。で下の方はあのサイン1枚ちょっと弱いので、パッチを置いたりしてます。はい、なのでまあ中盤ぐらいの方は先にパッチが欲しいなと思ったらパッチを取るのもありかもしれないですね。ただあのワンワンのパッチはあの別なんではい、よろしくお願いします。じゃあ、 あの急いで作業しますんで、今日はこれで終わります。ありがとうございました。